おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所はヘブル5章、メッセンジャーはジョシュア牧師先生です。今日は広報課に教会スタッフにとっては祝日ですね。祝日はありません、休日ですね。それでも皆さんこのようにしてモーニングデボーションに来てくれること、本当は私は嬉しく思います。オンラインでまた皆さんと神様の言葉をシェアできることも本当に嬉しく思います。私たちは続けて毎朝明かりを灯すこと続けていきましょう。で、今日はヘブル5章を読んでいきます。で、3章から6章、特に6章は3章から始まって3章の1節見てください。3章の1節、そういうわけですから天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、私たちの告白する信仰の下であり大聖師であるイエスのことを考えなさい。この3章1節から読むときに、私たちはこの1節をどのように理解していくかは本当に重要ですね。そういうわけですからって、この天の御子に預かって聖なる兄弟たち、そして私たちの国を信仰したであり大祭司であるイエスのことを考えなさい。これ中国語 この聖書ではちょっと違いますね。でもこの告白する、そしてイエス様のことを考えなさい。私たちはイエス様のことを考えないといけない。で、私たちのこの信仰を告白しなければならない。私たちはこの大祭司のことであるイエス様のことを考えなければならない。で、この方にあるこの信仰を告白 しなければならない。この大祭司でイエス様は使わされたものです。神様から使わされたこの大祭司です。なので、この考えなさいということは、私たちの考えをまず改めなければならない。この考えなさいと言っているので、パウロがこの天の召しに預かっている聖なる兄弟たち、預かっている者たち、でその預かっている者たちは聖なる者と呼ばれています。私たちもこの神様の召しの一部であること、そのことをまず考えなければならない。そうしなければ私たちは失ってしまう可能性もある。で、私たちはこの召しに対して確証を持たなければなりません。ここで一緒に皆さんで考えていきたいと思います。で、考えなさい、私たちはこの考えを変えなければならありません。何を告白していくか、私たちは何を知らなければならないか、それはイエス様、この大祭司であるイエス様のことです。イエス様は神様から使わされたものです。この大祭司として使わされました。そして4章を見てください。ジェイソン先生がメッセージしてくれましたね。2つの大きなポイントがあります。この4章が言いたいことは、この安息に入るということです。私たちに神様は安息を与えてくださいました。そして私たちはそれを受け取ることができます。ヨシア先生、じゃあカナンに入っていくことは安息ということなの？もうこのナザレのこのカナンの方、しかし私たちが考える安息とは違います。このユダヤ人たちが信じていることは、彼らは
この旧約聖書を見て、この読んで信じればもう安息に入ったと考え、彼らは考えています。それは違います。この安息というのはもうヘブルにたくさん出てきました。で、私も考えました。安息とはつまりどういうことなんだろうと。この他のこの休み、この安息とは何が違うのか。それはイエス様にあって平安があることを安息と言います。まあ、今日もこのことを話していきますけれども、私たちを助けてくださいますように。神様が、私たちは神様の助けが必要です。で、ヨシアがカナンの地に入っていた時、神様の助けが必要でした。まあ、約束の地に入って自動的に全てを得ると考えてはなりません。私たちは続けて神様の助けが必要なのです。まあ、ヘブルはパウロによって書かれたと言われています。まあ、パウロ、そしてパウロに書かれたのは、パウロはこのメシアニック樹、イエスも死んでユダヤ人にあえて書かれています。まあ、あなたは、じゃあ私ユダヤ人じゃないからもう救われたんだなと、そういうふうに考えてはなりません。まあ、旧約聖書があって、そしてまた古い契約があればもうそれで完璧だと、私たちはそれも、そのこと、そういうことも考えてはなりません。まず私たちは神様が与えられたこの安息ということを考えなければなりません。安息というのは平安のことです。ピースのことです。この4章の最後にそのことを話していました。私たちは大体に恵みの御座に近づくことができます。この確信を持って、この大胆に恵みの御座に行くことができます。で、必要な時に私たちは神様に叫びに求めることができます。ユダヤ人たちは、まあ、迫害を受けていました。ローマ帝国によって迫害されていました。この宗教的に、宗教に対するこの迫害は非常に大きかったのです。まあ、世についていくことは非常に簡単です。私たちの考えをこの世の法則に従って、迫害から逃げることは簡単です。しかも彼らは御使いまで礼拝していました。で、このようにして乗り越えるべきだ、このような方法を用いてこの乗り越えるべきだと彼らは考えていました。しかしそんなことを続けていたら彼らは全てを失ってしまいます。まあ、旧約聖書には大祭司がいます。そして契約があると。しかしそれだけで、その考えだけでは十分ではありません。この本当の本物の真実の安息にまだ入っていません。私たちはまだこれを受け取っていないのです。なので私たちは恵みによって御座に近づかなければなりません。私たちは神様の助けが必要です。そう、私たち何が言いたいのでしょうか。それは恵みによって、この神様の助けによって御座に近づく、そして助けを受けることができます。旧約聖書では私たちはこの恵みによって御座につくことはできません。大祭司が1年に1回だけ入ることができます。この恵みの御座に1年に1回だけ大祭司だけ近づくことができます。他の人々はそれに近づくことがまずできません。彼らは御座に近づくことはできません。しかし私たちは他の安息があります。本物の安息があります。その安息というのはどのようなことが起こっても、何があっても、私たちは恵みの御座に近づくことができません。できます。この憐れみを受けることができます。そして助け、必要な時に助けを受けることができます。これが本物の安息です。
平安です。特に今の私たちには必要なものです。まあ、私たちは平安はそんなに必要ないと今まで考えてきたかもしれません。今日例えばニュースを見て、もう人々はそのニュースを見てもう心をニュースに奪われてしまう。もう非常に彼らを恐れていますから、しかし私たちはイエス様を信じています。私たちは恵みの御座に近づいていくことができます。必要な時に助けを求めることができます。まず神様は私たちに平安を与えてくださいました。しかしユダヤ人がその時考えていたのは、この困難苦難の時にまさか神様の御座に近づくことができるとは、ユダヤ人にとって非常に新しい大きな違う考え方なんです。もう恵みによって恵みの御座に近づくことができる。普通は近づくことはできません、彼らにとっては。しかし今は死聖所まで入っていくことができる。これはもう恵みですよね。彼らにとって大きな恵みです。一体どのようにして恵みの御座にそんなつくことができるのか、彼らの考えでした。これが今日ヘブルで語りたいことです。3章からまた5章まで、5章の今日のタイトル、5章1節ですね。タイトル5章1節から、違います、4章14節まず見てください。さて、私たちのためにはもろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。5章は、4章があっての5章です。4章はまた3章とも非常に大きく関係しています。私たちは3章4章5章を分けて考えることはできません。この4章14節が言いたいのは、天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、まあ、ここで大祭司ということが出てきています。この大祭司は諸々の天を通らされた偉大な方、栄光をまとってこの天から来られた方、神の子イエス。この諸々の天を通られた偉大なこの大祭司であるこのイエス様、でそのことを私たちは固く保とうではありませんか。信仰を固く保たなければなりません。固く保たなければなりません。私たちは力を尽くしてその信仰告白を固く保たなければなりません。私たちはそれを手放してはいけません。もう木が 枝が木にくっついているので、私たちはしっかりと保たなければなりません。私たちは保たなければならない。この大祭司として、大祭司であるイエス様、この3章1節にも関係しています。ここですね、3章1節、この大祭司であるイエスのことを考えなさい。
イエス様は、栄光をもとって天からこの使わされました。そのことをこの私たちはこの信仰を持たな保たなければなりません。この信仰とは何でしょうか。それはこの大祭司であるイエス様のについてのこと、それはイエス様は神の子であること、その神の子はもろもろの天を通されて使わされたもの。この世にはたくさんの難しいことがあります。もう現実的に非常に難しいです。でもその中でも私たちはイエス様を保たなければなりません。このイエス様神の子であること、そしてイエス様が救い主であること、私たちはこの信仰を固く保たなければならない。なぜでしょうか。4章15節16節でもに書かれています。神様、イエス様が偉大な方、そしてそのことによって恵みで御座に近づくことができる。でも一番私たちのことを助けてくださる方、この世界のこの上に立たれているこの大祭司であるイエス様で、そのイエス様がこの天に登っていきました。そして天の父の隣に座っておられます。大きな力をまとって、それを私たちを守って、そして助けてくださるのです。15節では、私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、しかし私たちと同じように試みに遭われたのです。私たちと同じように試みに遭われました。なので大祭司は私たちのことを理解することができます。私たちが苦しんでいることをこの大祭司は理解してくれます。そしてなぜならたくさんの試みを彼も受けたからです。しかし神イエス様は勝利を得ました。そして天に昇られました。私たちが今体験していることはイエス様も体験しました。16節ですから、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかな助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。私たちが必要な時に私は助けを受け、そして憐れみを受けることができます。この助けというのは天から来ます。この恵みに満ちたこの助けが来ます。そしてその時私は安息に入っていくことができます。もうたくさんの苦しみが私たちに襲いかかってきます。しかしその時私たちは恵みの御座に近づいて、この神様を守ってくださいます。なぜならイエス様は天に昇られたからです。この大祭司になるために、しかしこの大祭司は私たちのことを理解することができます。私たちの弱さを理解してくださいます。4章14節はこのようなことで、この14節からタイトルですね。5章は4段落に分けました。この大体に恵みの御座に近づく、この4章でした。で5章私たちは天の大祭司に会うことができます。1節から4節、この大祭司は皆人々の中から選ばれました。この自分でこの恵みを受けることはできません。この大祭司の栄光というのは人々の中から選ばれたものであって、この自分で選ぶわけではありません。自分がなりたいと思ってなれるものではありません。この自分で栄光を受けることはできません。なのでユダヤ人は
なのでユダヤ人たちに言って、ここに語っています。人々の中から選ばれましたと。そしてユダヤ教、このユダヤ教の信じていることから抜け出さなければならない。あなたは神の子に属しているものだから、この過去に語られたこと、この伝統をこの握りしめてはならない。大祭司は皆人々の中から選ばれ、神に仕える事柄について人々に代わるものとして任命を受けたのです。それは罪のために捧げ物と生贄を捧げるためです。彼は自分自身もヤーサを身にまとっているので、無知な迷っている人々を思いやることができます。3節で、イエス様は弱さを、その弱さのように民のためではなく、自分のためにも罪のためにの捧げ物をしなければなりません。で、この人々の彼にこの捧げ物と生贄を捧げるため、そしてこの自分自身、この大祭司というのは人々の中から選ばれたもの、この罪人のためにこの大祭司はこの人々の中から選ばれました。このアロンのように、この名誉は自分で受けるものでは、4節ですね、この名誉は自分で得るものではなく、アロンのように神に召されて受けるのです。この名誉はこの誰でも受けることができ、誰でも受けることはできません。ユダヤの人々、この伝統を握りしめてはならないと。イエス様はご自身をお捧げになりました。しかしこのイエス様を受けたこの名誉は自分で受け、イエス様自身で受けたものではなくて、アロンのように神から受けたもので、5節から10節、この天からのこの大祭司、この永遠の救いのこの源であるイエス様、まずキリストイエス様も、イエス様はまず大祭司です。五節、同様にキリストも大祭司なる栄養を自分で得られたのではなくて、彼にあなたは私の故郷、私があなたを産んだと言われたから、それをお与えになったのです。その別の箇所でこうも言われています。あなたは特殊にメルキゼクの位に等しい祭司である。イエス様は、神様はイエス様に言いました。私はあなたの父親である。イエス様は天から来たのです。それで苦しみを受けた後に、イエス様はまた天に昇っていきました。この栄光をまとって。そして天におられる大祭司となられたのです。そしてその方は救いの源です。イエス様はこの栄光、名誉を持って持っておられる方。7節から10節。7節。キリストを人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって大きな叫び声と涙とを持って祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。このキリストはまた苦しみも受けられました。ということは、じゃああなたが苦しまなければあなたは救いを受けないのか、そういう考えではありません。この、私たちはイエス様の道を歩まなければならないと言われますね。
このイエス様が自分から、自ら進んでご自身をお捧げになりました。エルサレムに来て、そしてゴルゴダの丘に来て、行ってたくさんの苦しみを受けられました。そして試みに現れました。この大きな叫びと涙と思って祈りと願いを捧げます。このゲッセナマの園で、なぜならこの経験のゆえに、この従ったゆえに、彼はこの栄光を受けました。イエス様は栄光を受けになったんです。8節、キリストは御子であられるのにお受けになった多くの苦しみによって従順を学び、イエス様はこの従順な方、イエス様はこの苦しみから逃げることはできんとしませんでした。イエス様はこの自ら進んでこの苦しみのこの杯をお受けになったのです。そしてこの従順を学びになりました。イエス様はいつも神様に従いました。まず従順を学んだと8節に書かれています。この肉の声を聞くんではなくて、もちろん私は苦しみの時に私たちは逃げたいと考えます。そして試みようとするこの声を聞きませんでした。ただイエス様は神様の声だけを聞きました。この苦しみの時にもイエス様はこの従順を学んだのです。もちろん神様、イエス様は死にたいとは考えていません。イエス様はどうかこの杯を私から取り除いてくださいとまで祈りました。しかしあなたの御心だけがなりますようにとイエス様は祈りました。もちろん肉によってはこの杯を受けたくない。しかし私は自ら進んで喜んであなたの声に従いたいとイエス様は祈ります。イエス様の受けた苦しみは簡単なものではありませんでした。イエス様は人としてお生まれになったからです。イエス様も肉をお持ちでした。しかしこの苦しみの中でイエス様は神様に従うと喜んで従うと、もうそれを通してこのイエス様はご自身も従順を学んだのです。この天の父も思ったでしょう。この子はこの喜んで住んで苦しみを受けていると。しかし天のお父様はこのイエス様、この天のお父様の子供は絶対この勝利を得ると、それを乗り越えることができると知っていました。イエス様はこの従順、そしてイエス天の父を聞き従いました。そして十字架の苦しみまで来ました。私たちも今苦しみの中にあります。私たちが苦しみに遭うときに私たちは神様の声を聞かなければなりません。で完全なものとされ、この救世主です。三章でも話していました。イエス様、神様の声を神様に聞き従うものは完全なものとされる。この従順ということは、この神様の声も聞くということです。イエス様、神様に聞き従うとき、イエス様がこの救いの源となるのです。そしてこの方はこのキリスメルケゼクの位に等しい大祭司となられた。10節、
で私たちはこの型によって恵みの御座に近づくことができます。このメルキゼキの位に等しい大祭司イエス様、1節から4節ではこの伝統的な知識、旧約聖書の知識だけではこの御座に入っていくことはできません。近づくことはできません。しかもこの天についているこの大祭司は私たちの救いの源となることができるのです。私たちはこの世の伝統にこの握りしめてはなりません。このイエス様を私たちの大祭司としていつも握りしめていなければなりません。5章1節から4節、この1節から4節がまた6節にも関係してきます。私たちの考えをこの改めなければならない。そして私たちはそういうことで成熟することができる。あなたは理解しようと しないから、このあなたにとって本当に非常難しいものとなったと。私がお話しのあなたは聞く耳を持たない。11世代ですね。メルキゼデクが間違っていると思って考えているから。彼らの中にこの未熟さが残っています。12節、あなた方は年数からすれば教師になってもないからです。いつも教えを受けないといけない。いつも父をいつもミルクを必要としている。あなたはまるで幼子なのだと。13節ですね。12、13節、この真理を受けることができない。もう理解しようともしない。この硬い食べ物ではなくて、あなたはいつもミルクを欲しがっている。このミルクを欲しがっているものはこの幼子。13節ですね。それは義の教えには、13節、まだ乳ばかり飲んでいるようなものは義の教えに通じてはいけません。幼子なのです。このメルキゼクに位に等しいこの大祭司がイエス様だということを彼らは理解することができません。この大祭司についてこの深く理解することができない。この14節、しかし硬い食べ物、食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものと見分ける感覚を訓練された人たちのものです。この良いものと悪いものを見分ける感覚を訓練されなければならない。私たちはこの考えを訓練しなければならない。この感覚を理解するために、この経験によって良いものと悪いものを見分けるために私たちは訓練されなければなりません。この14節というのは3章1節のこの応答です。3章の1節で言っていたことは、この3章1節、考えを改めなければならない。この大祭司のイエス様のことを、私たちの考えを改めなければならない。それはこの大祭司イエス様のことのことです。五章十四節では、経験によって良いものと悪いものを見分ける感覚を訓練しなければならない。私たちの考えを訓練しなければなりません。そうすることで私たちはこの真理を握り続けることができます。この難しい状況の中でも、
この苦しみの中、私たちは一体何に頼っていますか。私たちはこの世の大祭司に頼っていますか、それとも御使いに頼っていますか、モーセに頼っていますか、それとも旧約聖書にだけに頼っていますか、それともあなたの血筋だけに頼っていますか。お金持ちで力あるものに頼っています。これらは全て救いの源ではありません。しかし私たちはイエス様だけにこのイエス様だけにつながらなければなりません。このイエス様というのは天 の, この大祭司です。このイエス様によって私たちは大胆に恵みの御座に近づくことができます。で必要な時に私たちは助けを受けることができます。この天の力、この大祭司はそれを、私たちにお与えになることができます。しかしこの地上の大祭司は私たちにそれを与えることはできません。なので私たちはこの間違いに陥ってはなりません。5章2節では彼は自分自身も弱さに身をまとっているので無知な迷っている人々を思いやることができます。この迷っている人々というのは、迷っている人々ですね、失ってしまった人々、迷ってしまっている人々。イエス様はこの苦しみの道を歩められました。それ私たちもイエス様のこの道に従っています。そして私は栄光を受けることになります。イエス様は私たちの永遠の救いの源です。なのでイエス様のところに行くと私たちはこの救いを得ることができます。私たちはこの救いをイエス様についていけば失うことはまずありません。この世から来るこの安心感に私たちはこの頼ってはなりません。頼ることはできません。まず私たちは自分たちの感覚を訓練しなければなりません。その感覚というのは良いものと悪いものを見分ける感覚です。私たちは赤ちゃんのようになってはいけません。私たちは成長しなければなりません。私たちの考えも成長しなければなりません。そうすることによって私たちは良いものと悪いものを見分けることができます。私たちの感覚考えをこのイエス様に集中させなければならない。私たちはこの世についていってはならない。私たちは他のものに頼ることはできません。まず私たちの考えを改めなければなりません。訓練しなければなりません。そうすることで3章1節この大祭司であるイエス様のこと、今日は2021年です。神様は私たちを勝利か勝利へと与えてくださいます。しかしそれでも苦しみはあります。私たちは苦難に遭うとき、私はそこから逃げようとしてはなりません。まず私たちは御座に近づくことができます。私たちは祈ることもできます。そして天からの助けを受けることができます。この天の栄光は私たちを待っています。で苦しみの中で私たちは神様の声を聞くというこの学びをしなければなりません。イエス様をしっかりと握っていなければなりません。イエス様はイエス様の栄光を私たちにもこのシェアしてくださいます。イエス様は力の源です。そしてイエス様ご自身希望です。神様、イエス様はすでに天に昇っておられました。じゃあ全てを支配しておられます。私たちは苦しむ中にあっても、私たちはコロナの中にあっても、イエス様はそれでも全てを支配しておられます。私たちはイエス様の中にこの平安を見つけることができます。この全てのものがイエス様の中にあります。この私たちのこの世代はこの世ではなくてイエス様をしっかり握っていなければなりません。
私たちはこの世に目を向けてはなりません。あの人は移民するんだとか、この人のこの上司は非常にいい人だとか、あの人はいいなと、いつもそのようにこのように目を向けている。しかし私たちの目はこのイエス様だけに向いていなければなりません。そして神様の言葉だけを聞かなければなりません。そしてついていかなければなりません。神様は絶対私たちを助けてくださいます。この世についていくことはいいことだと、短い期間はいいのですけども、しかし長い期間で考えると、一体誰が天におられるのか。この6章ではこのユダヤ人のこのユダヤ人このクリスチャンたちにこのメッセージを与えています。
主よ、あなたを賛美します。あなたは大祭司であり、私たちの賛美すべてふさわしいことです。すべて栄光を主に帰すように、主よ、その栄光をお受けになってください。主は大いなる神であります。主は私たち天におられる大祭司です。栄光はあなたのにあります。あなたは主に聞き従ったからです。ですから大きい栄光を受けたからです。イエス様は私たちの模範です。私たちの大祭司です。あなたは主の御子です。イエス様、あなたを愛してます。あなたをあがめます。あなたが必要です。あなたが必要です。あなた助け必要です。イエス様、私たちあなた必要です。私たちは苦しみの中であります。私たちは困難の中であります。兄弟姉妹の皆さん、あなたはどのような困難苦しみに直面しているのでしょうか。この大祭司に言ってください。イエス様を通して私たちは恵みの座に近づくことができます。そこで私たち恵みを受けることができます。兄弟姉妹の皆さん、私たち一緒に恵みの御座に、私たちの大祭司の御前に近づいて、あなたの困難を主に言いましょう。経済的な困難ありますか？関係的な困難あるではないでしょうか？非常に怖い状況ですが、あなたは移民したくないということで家族に言われているのではないでしょうか。あなたはこのような困難の中で孤独、そして理解できないことの中にあるんでしょうか。あなたの仕事は、もう失ってしまったのでしょうか。あるいはもう本当に怖くて、次は私がクビになるのではないかと心配しているのではないでしょうか。このような苦しみ、さまざまな苦しみを主イエス様は体験したことがあります。イエス様は私たちの恐れ、私たちの仕方ない、その気持ちよく理解してくださいます。しかし主はイエス様は主の御言葉を聞き従って私たちの大祭司になりました。ですから私たちの大祭司に口を開けて、あなたの困難主にイエス様に言いましょう。彼は必ず私たちに助けてくださいます。必ず私たちの天からの平安を与えてくださいます。祈ってください。主イエス様に祈ってください。主は必ず私たちに応答してくださる大祭司です。主よ、私たちの苦しみはあなたは分かってくださいます。あなたは分かってくださいます。人
人々の言葉は私たちの心に慰めることできません。主、私たちその苦しい心を主の前に持ってきて、家族の人、家族の皆さんは病気に あるけれども、彼らはその薬で治すことはできません。私たちの家のお年寄りの方はどんどん体が弱くなって、主よ、あなたに呼び求めます、助けてください、あなたは憐れんでくださるのです。主よ、私たち家のことも非常に逆らっています。私たちの言葉は全然聞いてくれない。主よ、あなたの御前に来て呼び求めます、助けてください、主よ助けてください、私たちはあなたについていきます、私たちの子供も必ず立ち返るようにあなたに呼び求めます。主よ、恵み与えてください。私たち経済的にあなた必要です。お金の面ではあなた必要です。助けてください、助けてください、助けてください。主よ、主よ、私たちの力です、私たちの逃げ所です。私たちの望みです、私たちの力、私たちの高いところ、逃げところです。あなたはいつも私たちの助けになります。御前の恵みの御座に私たち近づくことができれば、主は必ず助けてくださいます。それは主の約束です。イエス様を通して私たちは恵みを与えられます。主に感謝します、賛美します。主よ、私たちはこのような困難苦しみの中にあります。その時私たちはそのような状況は無駄になりません。私たちはそのような環境を逃げることはしません。イエス様のように、イエス様は一番大きい困難苦しみに直面するときには主に呼び求めました、叫び求めました。私たちは主に並びます、習います。私たちはその困難に逃げることではなく、その環境を通して私たち成長していくのです。硬い食べ物は善と悪を見分ける感覚を経験によって訓練された大人のものです。主は私たちの考え、私たちの感覚を成長していくことを狙っておられます。このような苦しみ、私たちを訓練するのです。私たちはもう乳を飲みたくない。私たちはこんな中で主をしっかり頼って、主をしっかり握ることを助けてください。私たちはこのようなことを、そして安全安心感を握ることではなくて、私たちの仕事を握ることではなく、私たちは主をしっかり握らなければならないです。私たちはこのような声を聞きたくないです。その恐れの声を聞きたくないです。ただあなたの声を聞きしたいです。兄弟姉妹の皆さん、あなたの心のために祈ってください。私たちの心も成長していくように、そのような苦しみの中で私たちの成長のきっかけになりますように。
手を胸に当たってください。主の助けを求めますように。主、助けてください。私たちの感覚、心をもっと訓練されますように。主、私たちは常に赤ちゃんのように困難を逃げようとしています。私たちいつも環境状況の声を聞いています。主、私たち確かに幼い子のようです。私たちは自分の喜ぶ声しか聞き従わないです。主、私たちは苦しみの中であります。助けてください。私たちは自分の心を訓練しなければならないです。私たち自分に言わなければならないです。主は私たちの救いの源です。あなたは私たち永遠の救いの源です。あなたは私たちの助けの証拠であります。人々の声ではなくて、あなたの御言葉は私たちの救いの源です。主、私たちあなたに聞き従います。イエス様が主に聞き従うように完全な方になりました。私たちもそのように聞き従います。そして救われます。それは唯一救われる道です。私たちはもう一度そのように信じます。あなたは私たちの道です。あなたの御言葉に聞き従います。あなたは私たちの救いの源です。主は唯一の助けです。あなたはその道かいです。その大祭司です。私たちは知っている大祭司です。私たちは苦しみの中であなたをしっかり握るように。他の救いはありません。あなたは天におられる大祭司です。私たちの永遠の大祭司です。私たちはあなたをしっかり握ります。苦しみの中で私たちは霊的な歯を出るように、その歯を成長するように、あなたの固い食べ物を食べられるように助けてください。兄弟姉妹はその苦しみ困難の中であります。私たちはその見分ける悪と善を見分ける感覚と経験できるように、体験できるように主、助けてください。私たちは主の御言葉を考えます。主イエス様、感謝します。私たちは国々の中で祝されますように。私たちは他の人々よりも勝って祝福されますように。皆さん、ミャンマーのことのために祈っていきましょう。その国はクリストのことを非常に必要です。ミャンマーのために祈っていきましょう。彼らの経済は難しい。彼らは社会のこと、そして軍事のこと、すべて難しい状況になります。彼らのリーダーも難しい状況になります。彼らのために恵みの御座に来るように祈っていきましょう。
主よ、目もあなたの御手に委ねます。その国の混乱、主よが完全に支配できますように、主よ、その国に恵みを与えてください。守ってください。彼らリーダーを立ち上がってください。あなた平安をミャンマーに与えてください。経済的にも病院の中でも主よ働いてください。人々はあなたに立ち返るように、あなたを知るように助けてください。兄弟姉妹皆さん、目を閉じてください。聖霊様、私たち導いてください。イエス様の救いによって、主の助けによって、私たちを導いてください。霊的な中で私たちは恵みの御座の前に近づくこと、近づくように、私たちは大胆に聖城に入ってください。至聖所の、至聖城の幕、裂けた幕の中に入ってください。イエス様が私たちのために亡くなりました。至聖所の幕は裂けました。イエス様の血潮によって、私たちは恵みの御座に来て、私たちのすべての困難を持ってきて、コロナウイルスの状況、社会のいろんな政治的なイベントの状況、国際的な、非常に緊張している状況を持ってきて、西アフリカにはまたさらにイボラ病気が出てきて、たくさんの問題が出てきています。主よ、今日の世の中では困難に満ちています。この世はどんどんさらに難しくなります。どんどん不安になりません、なります。どんどん平安なくなります。主、私たちはこのような状況の中にあります。さらに私たち自分の状況、個人的な状況、私たちは学生で、学生の立場で大学に入っても学校に行くことはできません。学校に行けなくてそのまま卒業してしまうかもしれません。私たち仕事でもいろんな困難があります。給料カットされたり、会社はその仕組み変えたりして、そして仕事なくなったりして、商売している人々たちもたくさんの困難に直面しています。人々の関係、家庭の中の関係が壊れたこと、そして夫婦関係非常に困難であること、両親と子どもの関係が対立してあること、さらにこの世の中ではたくさんの声があること、主、私たちは非常に不安の状況の中にあります。非常に難しい状況になります。たくさんのことは分かりません。主、私たちはこれらのことをすべて主の御前の恵みの座をの前に持ってきて、あなたの恵みの御座の栄光を見て、
あなたは2つのケルバの中に座れる神、私たちのために亡くなってくださった神、主よ、私たちはあなたから憐れみと助けを受けようとしています。私たちすべての悩みをあなたにの御前に置きます。あなたは天におられまして、すべてのことを支配されます。私たちは自分の命、自分のすべてあなたの御手の中に委ねます。私たちのすべてのことを受け取ってください。私たちの悩み、重り、あなたの御前に持ってきて、すべて受け取ってください。私たちの心、主をしっかり握るように助けてください。私たちの救い主、私の大祭司、主、私たちあなたを失うことはしたくないです。あなたは私たちの救いの源です。命だけ救うことではなくて、私たち今毎日の救いになりますように、すべて困難の救いになりますように、私たちはすべて困難を乗り越えるように助けてください。力を与えてください。天の翼を与えてください。私たちは信仰を持って飛べることができますように、そして足で逃げないように助けてください。主、私たちの道を歩むことができますように、それは主が歩んだ苦しみの道を歩むことができますように助けてください。私たちはあなたに聞き従います。永遠の命を得ること、一番大きい栄光を受けることができますように助けてください。兄弟姉妹の皆さん、恵みの御座の前に深く呼吸してください。主から力を受けるように、続けて上に登っていくように、勝利から勝利へ行くように、主が必ずあなたを助けてくださいます。イエス様の御名によって宣言します。イエス様からあなたは助けを もらいます。主からの助けを受け取ることができます。人々の助けではなく、主の御手の中では難しいことはありません。主の中では難しいことはありません。主はあなたを顧みてくださいます。あなたは必ず奇跡を体験することができます。主は天から あなたを顧みてくださいます。知恵、力を与えてくださいます。イエス様の御名によって祝福します。皆さん手を挙げてください。主よ、油注いでください。私たちに力を与えてください。私たちの仕事をすべて守ってください。私たちを祝福してください。そして私たちを大地を救うするように、そして大地私たちのために働いてくださるように、主よ、この地を癒してください。すべての病気を癒してください。私たち平安がありますように守ってください。私たちを祝福してください。この世を祝福してください。イエス様の御名によって、アメン。それで今日のモーニングディボーションを終わります。